こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、私の会社というかね、私のいつもいるところには衣装部屋ってものがあるんですよね。ここにはね、数々の私のステージ衣装というほどでもないんですけども、さまざまな衣装がございます。で、衣替えの時期でもありますし、これからね、一部廃棄をしようと思いまして、どんなものを捨てていくか、私のアパレル、どんなものをね、捨てているか興味がある方あんまりいないと思いますけども、まあ暇つぶしにご覧ください。まずですね、現役の和服がここにずらっとかかってますね。これは捨てずに済んだということで、もうちょっと活躍してもらいたいなってところですけども、さあこれからね、廃棄するもの、ここにあるのが、なんだろうこれ、あ、これはね、マントですね。こういう風な形で、まあ袖も通るんですけども、ガウンというかね、こう丈はこのぐらいありますね。まあこれがこの度廃棄になると。身長が175センチ以上の方には合うかと思いますよ、これね。で、寒いですね。全国47都道府県を回った時の私のちょっとズタボロ衣装でございます。色もね、なんか年寄り臭くてセンスがない上下ですけども、これも今回お払い箱ということになります。はい、これね。じゃあ次あれ行きましょうか。これはちょっとね、金目のものですよ。まずはこれは、あ、これも先ほどのガウンみたいなやつですね。こういうのがもう一個あったんだな、シルクの、結構いいやつ。で、次がこれはね、あのラム側のコートですね。こういう風なフェイクファーがついているコートで、まあ、5万円ぐらいしたんですけども、残念ながらね、あんまり寒いところに私住んでないので、もういい加減これね、3年か4年ぐらい放置状態なんで、放置してるとこうやって割れてくるんですよね。まあ、ですんで、どうせ着ないなら捨てようかなってところでございます。それから私が30代の後半でよくスーツの上に着ていたんで、広島市内にお住まいの方は見覚えがあると思います。いつもこれ着てんなみたいなね、日線で買ったこのブルゾンですね。はい、いろんな思い出があります。いつも同じ服着てるというふうにね、当時の女性にもよく言われました。遠くからでも分かりやすいと言われましたね。それがミソなんですけどもね。よいしょ。で、思い出とともにさよなら。で、もう一つ出しますね。はい、もう一つあるのはスーツが入ってます。私のね、速稼塾ファイナルで有終の美を飾ってくださった与沢翼さんを意識した銀色のスーツ一体誰がこれ着るんやみたいな感じですよね。銀色のスーツに、で、銀色のスラックス、銀色のベストというね、三つ揃いでございます。本当にね、ネットビジネスをやるんならこのスーツみたいな代表的なやつですね。はい、で、その上に着ていたのがこのセンスの悪いミンクのコートでございますね。一体いつの人やお前みたいな感じで言われますね、ミンクのコート。しかしね、私個人的にね、ミンクのコートを幼い頃から憧れていて、いや、買ってですね、で、しかもそれをね、捨てるということになるというかね、これは何十万かしたやつですね。でも惜しげもなく捨てると、着ないんだもんだって。ああ、これね、これは、これも私が憧れていたバブル時代のアルマーニのスーツですね。生地がとっても私の好みなんですよ。で、裾はダブルで仕立ててるでしょ、バブルって感じでしょ。もちろんジャケットの方もボタンはダブルですね。いやー、でもね、この生地がすごいんですよ。これね、柔らかくて温かくて軽くってね、これはね、本当にこれを捨てると私はね、20代の私はいなくなるということでございます。はい、捨てます。で、最後
ブルゾン、私がよく麻雀をしてた時によく着てたやつですね。だから私の麻雀をした人は街でね、この白いブルゾンを着てる男に見覚えがあると思います。それは私です。捨てます。ということでね、まあ捨てる動画でございました。まあ人間ってのはね、何かを得たいと思うのと同時に捨てたいとも思うんですよね。人間ってのはだから捨てることも大事なんでしょうね、きっとね、うん、はい、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんの衣替え進んでますか？では。